おはようございます。今日は1月31日ですね。1月も終わっちゃいますけども、先週いかがだったです？1週間通じてバイで圧倒的に勝てたと思うんですけども、多くの喜びの声とかね、久保さんの相場解説が参考になったということを特に先週はいただきました。1週間を振り返ってみますと、下のポイント、これ以上下がらないんじゃないかなっていう反転ポイントがはっきりしたことと、一直線に上昇に向かうその予兆がね、見えたことが大きかったと思いますけども、その辺も込みで解説していきます。ではまずは週足からご覧いただきます。週足見ていただけます？ここ1週間大きな陽線で、迷いなく1本の陽線で終わりましたよね。でポイントとなる価格が113円の600、こちらここまで下がって私は利確をしたということを先週お伝えしましたけども、そこからね反転してダブルボトムで買いに入ったということを、これもお話しました。ここまではっきり分かっていて、バイでエントリーしないってことは先週に限ってはちょっと考えられないですよね。その前の週はセルで取ってきたわけですけども、今週というかね、先週ですか、先週はバイでしっかりと取れたと。先々週が売り、先週がバイ、はっきりとこうやって結果にも出てます。じゃあ細かく見ていくために日足を見ていきますね。で日足を見ると、こう見てください、113円の600がしっかりとここで行かせていますよね。もともとどこまで売りに行くかっていうのも、113円の600まで行くということでね、正確には113円の590あたりまでという表現だったんですけども、その後正確に計算すると113円の600でリスクリワード引かれたかなと思いますんで、そこでバシッと利確をして、私と同じようにそこで利確した投資家さんが多かったんで、売り圧力が終わって買いに反転したということ、そしてすかさず私も買いに入りました。初心者の方は多くの方がここでロスカットに巻き込まれて、まあ売りにも入れずに買いでも損してっていうことになったと思います。その分だけ中級以上の上級トレーダーはね、全部利益にしているわけなんですよ。そして私の放送を見ていただいた方も、私の放送を今回に関しては鵜呑みにしていただいて、利益をね一緒に取ったという形で、いろいろとメールをいただきました。では次の時間軸見てみます。じゃあ4時間ですよ。4時間私何を言ったかというと、ダブルボトムが見えますよねってことを話しましたよね。そしてここをブレイクして上昇するということで、とにかく買いでしか考えられない、そんな1週間になったということですね。全体的にはこれ W ってものが見えますんで、 W は右辺が強い、だからまだ続く可能性があります。一旦下の方に落ちてる感じですけども、これさえ押し目にしてですね、ぐんと上までまだ戻ってくるんではなかろうかと私は思ってます。再び116円に返り咲くんじゃないかなっていう形ですね。じゃあ1時間を見てみますよ。これが今日の相場解説になります。さあ上昇して、先週末ですけども一旦押し目を作って、もう一回押し目を作ったと。で最後のもう一回押し目を作っていくかと思ったら、ここがロスカットに食らったわけですけども、これ全く後悔してないんですよ。で申し上げましたけども、そこまでで出た利益の半分を使ってエントリーしてるわけなんですよね。まあですので利益が十分残ってることは確かなんですよ。でプラスこの押し目っていうのは狙うべき押し目なんですよね。それこそリスクを取ってでも絶対にこういうとこは行った方がいいです。なぜならこれで上昇した時の見込める利益が半端ないからなんですよ。そう考えたらもう分は大きい勝負だったかなと思います。でさらに諦めていません。私はこっからまた倍に向かうことをしばらくこだわっていこうかと思います。はっきりとここで宣言しますけども、多少の痛手は被ろうとも、2月の1週目は倍にこだわっていこうかと思いますね。まあ正確にはね、今日これから動き始める相場とかで2月に入っての相場を見なくてはいけませんけども、今の気持ちとしては 99% 倍の方で取っていくということです。116円、117円、2月が終わる頃には120円に達してるんじゃないかなと思うぐらい、倍の方に勢力をね傾けていこうかと思いますね。はい、ということで熱っぽく語りましたけども、やっぱり1月はねしっかりと利益を取らせてもらいましたので、この利益をもとに全部1月の利益がなくなってもいいから、2月は勝負にかけていこうかと思います。この2月が大きく取れれば、おそらくですけども、もうこの1年はね FX 終わったようなもんです。あとは付け足しになってきます、うん、コツコツと取れるべき利益を取れば
またね、1000万をクリアできる、そんな1年になるんじゃないかなと思ってますね。はい。じゃあ皆さんも1000万円クリアを目指して頑張っていきましょう。では。